皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は、中学校の歴史、馬宿の王子が摂政になるまでというタイトルでお送りします。この歴史のシリーズ、教科書に出てくる人物や出来事についてですけれど、教科書に書かれていない部分に注目して説明する動画です。学習の動画、テスト用の動画はまた別に作っていますので安心してください。テスト用にはそちらを利用してください。この馬宿の王子、ね、馬宿の巫女とか馬宿の王、聖徳太子、ね、いろいろ呼ばれ方ありますけれど、ここでは馬宿の王子に統一して説明していきます。この馬宿の馬屋という字もいくつかあったんですけれど、教科書がこの字を使っているのでこの形を使います。この馬宿の王子が生まれた時代、ね、蘇我氏という豪族と物部氏という豪族が仏教をめぐって権力争いをしていた時代でした。ね、蘇我氏のリーダーは当時馬子、ね、物部氏のリーダーは守谷という人だったんですね。で、蘇我氏は、仏教を日本に取り入れようと。それに対して物部氏はもともと日本には神様がいるんだから、ね、わざわざそんな外国から新しい宗教を取り入れる必要がないと、ね、そういう意見だったんですね。そういう時代に574年、馬宿の王子は陽明天皇の第二王子として生まれました。お母さんは穴穂部の橋人の姫巫女、長い名前ですよね。穴穂部の橋人の姫巫女という名前で、この王子を馬小屋の前で出産しました。それで馬宿の王子という名前になったんですね。馬小屋の前というと今考えるとイメージあまり良くないかもしれませんけれど、当時5世紀頃、馬は朝鮮半島を通って日本に渡って神聖な動物、こう考えられていたんで、馬宿の王子という名前も神聖な名前なんですね。そしてこの陽明天皇、奥さんの穴穂部の橋人の姫巫女、どちらも蘇我氏の血を引いている、人たちです。この頃583年頃ですね、世の中に疫病が流行ります。疫病、今で言ったら伝染病でしょうか。そして物部氏はこの疫病が世の中にね、こんなに広がったのは大陸から渡ってきた仏教のせいだと言い出すんですね。そして585年には、物部の守谷が馬子の仏塔や仏殿に火をつけて焼いて仏像を海に捨てる、こんなことをするんですね。じゃあ仏像を捨てたから、ね、仏塔や仏殿を焼いたから病気はどん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 収まっていったかというと、そんなことはなくて疫病はますます広がってしまったんです、ね、そして当時の美達天皇と蘇我の馬子もこの疫病にかかってしまいます。そこで馬子は天皇に仏像を拝む許可、ね、これを申し出るんですね。仏像を拝ませてくださいという。で、美達天皇がそれを OK すると、許可が下りると、馬子は仏像を拝んで、自分は病気が全快するんですけれど、実は美達天皇は亡くなってしまいました。そして翌586年ね、馬宿の王子の父が即位して陽明天皇になります。陽明天皇は蘇我氏の血を引いていますから、
物事をするとき、蘇我氏は都合がいいですよね。で、陽明天皇、あまり体が、強くなかったようで、この蘇我氏と物部氏の争いについて心を痛めながら、翌587年に亡くなってしまいます、ね、この陽明天皇が亡くなると、ね、今度は物部氏は自分の意見を聞いてくれる人を、ね、天皇にしようと思うわけですね。で、物部氏は次の天皇に穴褒めの王子、ね、これを推したんですけれど、いち早く蘇我の馬子はこの王子を暗殺してしまいます、ね、この時代自分に都合の悪い人はどん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 殺していってしまうんですね。そして587年とうとう蘇我氏と物部氏が武力衝突します。これを蘇我物部戦争、このように言うこともあります。この争いに馬宿の王子も14歳で参加して活躍します。このことは日本書紀の中にも書いてあるんですね。物部氏というのはもともと軍事やなんかをやっていた豪族だったので、実は蘇我氏の方が人数は多かったんですけど、物部氏は戦い方がうまかったんですね。だから物部氏が最初の方は戦争争いは戦いは有利に進めていました、ね、それを見た馬宿の王子は、ね、神が宿るというぬるでぬる手とかいう木を使って、実は四天王、仏教の神様ですね、四天王を彫刻で彫って、それを頭に掲げてこの争いに参加する、ね、そういうことをします。するとどうでしょう、ね、今までどん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 押されていた蘇我、これが勢いを増して一気に物部氏を破る、こんなことが起きて物部氏が負けたという結果になりました。そして馬子は自分の言うことを聞いてくれる崇祯天皇を擁立して、崇祯天皇、新しい天皇になります。この崇祯天皇、実は穴褒めの王子の弟なんですね。この二人兄弟なんですけれど、仲が悪くて穴褒めの王子は物部氏につき、ね、崇祯天皇は蘇我氏についた、ね、そんな風になっています。で、崇祯天皇、自分は天皇になったんだけれど、実は実際に政治をやっているのは馬子でしょ。面白くないわけですね。で、ある時、崇祯天皇のところにイノシシが届けられました、ね、崇祯天皇、そのイノシシを見て、このイノシシの首を切り落とすように憎い男の首を切り落としたいものだ、こんなことを言うんですね。この憎い男、誰かというと蘇我の馬子です。この崇祯天皇はそんなことを言ったことを誰かが馬子の方に言いつけたんですね。それを聞いた馬子は、暗殺者を放ってこの崇祯天皇を殺してしまいます。そして証拠が残らないように、この暗殺者も馬子が殺してしまうんですね。で、次の天皇誰になるか、ここですごく揉めるんです、ね、そしてようやく593年美達天皇の子、武田の王子を天皇にするというような話が出たんですけれど、この武田の王子というのはまだ幼かったので政治ができない。そこでこの武田の王子の母親である樫木屋姫を天皇にするということで話がまとまりました。この樫木屋姫ね、
実は馬宿の王子のお父さん、陽明天皇の妹なんですね。ですから馬宿の王子からしたら、この樫木屋姫はおばさんにあたります。この樫木屋姫が天皇になって、日本で最初の女性の天皇、推古天皇が登場するわけですね。そして推古天皇の摂政として、ね、馬宿の王子が政治を行って、会十二会の制度と、ね、十七条の憲法、遣隋使の派遣などのいろいろな政治を行っていくわけです。で、馬宿の王子622年に病気で死んでしまいます。実はここまでの年代で聖徳太子という名前は出てこないんですね。で、聖徳太子という名前はどこで出てくるかというと、約100年後に完成する日本書紀の中に出てくるんです。で、その聖徳太子は馬宿の王子のことだというふうになっていたんですけれど、聖徳太子ってすごいですよね。10人の話を一度に聞いて、ね、みんなに的確な返事をしたと。貝の黒駒という、ね、馬に乗って空を飛んだとかね、すごい信じられないような伝説みたいな話がいっぱいあるんですね。そこで今考えられているのは、聖徳太子というのは実は馬宿の王子を元にして、それにね、伝説みたいなものが付け加えられて生まれた、スーパースター、ね、作られた人物じゃないかなんてことも言われています。ここら辺も面白いですよね。ですから誰が作ったの、日本書紀を編纂した、ね、藤原の不人って人じゃないかなんてことも言われています。今日は馬宿の王子が摂政になるまで、これについて説明しました。最後まで聞いていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。